いただきます。はい、いただきます。で、鶏の蒸し焼きです。去年のハワイについて話しますか？うん、ちょうど明日出発だね。あ、明日出発か。うん、今日 GoPro 買った日だもん。うんうんうん、前日に買ってたっけ？前日にさ、ギリギリに買って当日の朝あの SD カードパパちゃん買いに行ってくれたのさ。あ、そうだ、空港行く前に、ね、うん、1枚じゃ足りなかったら嫌だよねってなって出発の朝買いに行ってくれたんだよ。ビックカメラだっけ、あそこ。あ、違う、 SD カードじゃなくて充電器ね。あ、充電器か。うん、うん、そうだそうだ、ギリギリそうね、うん、はい、ね、いや、よかったよね、買ってくれたよね。妊娠何ヶ月で行ったんだっけ？7ヶ月の最後の週。あ、安定期が終わるっていうギリギリ。うんうんうん、あれ結局何時間飛行機乗ったんだっけ？ 8?6? え、行きがあれどちらの方が長いんだっけ？どっちかが12時間ぐらいで、うん、どっちかが8時間とか9時間。12時間も乗ったっけか。え、違ったっけ？10時間とかわかんない、うん、忘れてたけど結構長かったよね。なんか気圧の変化でママちゃんのなんか爆発するんじゃないかと思った。ね、すんごいパンパンになったよね、うん、足もむくむし。ほんと無事生まれてきてよかったね。いや、ほんとでもハワイ行けてよかった、うんうん、産む前に。産んでからも行きたいんだけどね。うんうん、なんかすごいいい思い出になりました。何が良かったって、ママちゃんはディズニーが好きだから、うんうん、あのハワイのアウラに、うん、に行けたのがすごい嬉しかった。いやー、一番良かったね、うん、のんびり過ごせて、うん、次行っても裏にずっといたいぐらいの気持ちあるね、うん、行きたいよね。ホノルルとかもまあ楽しかったけど、うんうん、アウラにあののんびりとした、うん、なんていうの、日常忘れられ、うん、忘れられる、うん、感じ、最高でしたよ。なんか買い物して楽しいが全然なかったからね。そうだね、うちらね、ショッピングとかが楽しいとかはなかった、ね、そうだね。なんかお土産しか買わなかったもんね、うん、レートも良くなかったからね。今108円とかだけど、うん、119円とかだから、120円とかあったから。そうだね、当時ね、うん、113円とかって返還だったのかな。うん、なんか欲しいものもなかったんだよね、全然なかったうん、なんか大型ショッピングモールっていうの、うん、ああいうの、うん、免税店の、うん、行ったけど、なんか見て回ったのは食べ物ぐらいだよね、うん、円高ドル安だったらね、うん、あのレートによってすごい安く買えたりとかするけどね、うんうん、油にも良かったけど、あれやっぱあれでウルフギャングはすごかったね、衝撃だったね。もう美味しかった、うん、こんなうまいものあんのかと思った。すごい分厚いんだけど、すごい柔らかくて、うんうん、ジューシーで、うん、ティーボーステーキなんだけどね、あのね、なんて言うんだろうね、あの衝撃はすごいよね、うん、本当にジューシーだし。有吉の夏休みだっけ、うんうんうん、で毎年行ってる、うんうん、紹介されるステーキ屋さんなんだけど、うんうん、まあ、日本にもね、いくつか店舗あるらしいんだけど、うんうん、まあ、本場のハワイの行けてよかったよね、うんうん、でも予約しないと、うんうん、すんごい混む、ね、うん、そう、だから予約していくのがおすすめ、うんうん、予約の仕方はね、ママちゃんブログに書いてくれてたから、うん、書いたできって感じだね、うん、ママちゃんでも予約できたから誰でもできますって感じ。英語でちょっとメールやり取りするだけなので、うん、うん、すごいすごい、また行きたいと思った、うん、あそこはアウルニからのウルフギャングまで近かったらいいんだけどな。いや、そうなんだよね、ちょっと遠いね、うん、だから次行くときはあれよね、行って、うん、ホノルルに一泊だけして、うん、ウルフギャングを食べて、うん、まあ、そこでお土産適当にガッて買っちゃって、うん、まあ渡す人がいればね、うん、で、まあ子供いるから海でちょこっと遊ばせて、うん、で2日目以降はもうずっとアウラニがいい、うん、
僕も初日にはもうあれに行きたいけど。え、ウルフジャンプ食べたいじゃん。最後にあれかね。あ、最後に食べる、うん、最初じゃなく。だって初日すげえ疲れたじゃん。あ、全然覚えてない。あ、ほんと初日も全然何も判断できないぐらい疲れた。あ、ほんと。でも朝着いたじゃん、うん、朝行って朝着いた、違う、昼行って朝着いたのか、うん、戻るから全然休む場所がなくてさ。そうね、空港も座りっぱなしだし、うん、座りっぱなしっていうか飛行機も座りっぱなしだし、うん、ちょっと横になりたいがあったんだよね、すぐ、うん、アウラニだったらさ、あの部屋に入るまでの間にさ、ロビーとかにさ、おっきなソファーとかあるじゃん。あ、そう、あそこでみんな横になってるとかしたでしょ。そう、チェックインする前に入れるんだよね、うん、そうそうそう、ビーチにも行けるしね、うん、そう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 、その制度いいよね、うん、大体チェックインが3時以降なんだよね、うん、でも他のホテルの場合はそれまでに買い物してくださいとかどっか行ってくださいなんだけど、うん、アウラにはなんかまあ名前を、うん、予約してる名前だけを告げればなんかリストバンドくれて、うん、もう敷地内に入れるみたいなね、うん、部屋には入れないけど楽しめるみたいな、うん、最高だったよねあれは、うん、最高だったね。だってさ、初日さ、うちらさまずホテルチェックインして寝たよね。いや、そうそう、だからさその間結局あのなんかショッピングモールで買い物みたいのしたんだけど、うんうん、疲れすぎてて、うん、選べなかったんだよ。あ、そうね、うん、だからもうすぐ1回寝ようみたいな、1時間くらい寝ようみたいな話になった、うん、明日もあるしみたいなね。そうそうそう、それだったらもう行ってなんかビーチでちょっと寝てとか、うん、でゆっくりした時間、どうせあの食べ物もあんまりに大したことがないから、うんうん、ちょっとあのショッピングセンター行くかみたいな。そうね、うん、なんかもっとショッピングセンターとか行きたかった説あるんだよね、地のもの食べたいみたいな。あ、スーパーにってことね。そうそうそう、ショッピングモールじゃなくて。そう、あ、そう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 、うんうん、そうね、うん、なんかあのスーパー楽しいよね。そうそう、向こうの地元のポテチとか食べたかったんだよね、うんうんうん、だけどほらあのワイキキの方だとさ、うん、ABC マートがさ、うん、外の人向けじゃない。そうね、日本人向けになってて、観光客向けになってて、そうそうそう、なんかね、うん、でアウラニの近くのスーパーってなんかほんとすげえスーパーだったでしょ、うんうん、すげえスーパーって現地大したことないスーパーだったじゃん、うん、その感じが良かったよね。そうだね、うん、やっぱジュース大きいなとかさ、うん、ポテチ食べたいなとかさ。まあね、そうだね、初めてハワイ行くならやっぱアウラニじゃな、あ、アウラニじゃなくてワイキキで楽しんでアクティブにっていう人もいると思うけど、家族でゆっくりのんびり過ごしたいっていう人はね、もうすぐアウラニに行った方がいい、うん、いや、子供がいたらもう絶対アウラニだよね。嫌だもん、うん、分かる分かる、めっちゃ分かる。すごいしょうもないけど、うん、ビーフジャーキーチップス、あ、あれめちゃくちゃ美味しかった。で持って帰ってこれないんだよね、そうそうそう、肉だから、ね、当時の場所でしか食べれなくて、うん、新食感すぎだよねあれ、うん、日本にないのかなみたいな。日本にないって言ってたよね、うん、まだね、うん、なんて表現したらいいんだろう、ね、あれのとこでも買えない。いやあれはね、わからんビーフジャーキーがめっちゃ薄くスライスされてて、うん、なんかポテトチップスよりも薄いよね。うん、うん、そうそうそう、ほんとにポテチみたいにサックサクなんだよね。そう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 、だけど味はビーフジャーキーの濃い味がするんだよね、うん、すごかったよね。あれ美味しかった、あれ美味しかった、永遠に食べてられるよねあれめっちゃ買えばよかったと思った。いや、ほんとほんと、あっちにいる間、うん、とビールとか最高だったもん。うんうんうん、あれ美味しかったな。美味しかったよね、うん、あとあんまりコンビニ ABC マートとかで買わなかったよね。そうだね、入ったりはしたけど、うん、なんかあるもの一緒だし、うん、うん、って感じ。なんかコスメとかママちゃんあの探してた、ちゃんと準備してたのは偉いなと思ってあ、欲しいやつね。そう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 、うん、これ安いよとかこっちにしかないよとか調べてたのは偉いなと思ってね、うん、俺もそういうの調べようかなと思い始めた時にはさ、うん、すごい必死に、いや、そうそうハワイであの薬調べてた睡眠導入剤とかね普通に言ってんだよ。
あけど別に欲しいわけじゃないから普通に売ってんだぐらいの差でしかないよね。そう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 、人生の中で一番安らいだな。うん、一番楽しい旅だったかもしれない。俺の人生史上一番楽しかった。うん、でもそれを超えたいな今後ね。うん、なんか場所はどこでもいいんだけど、うん、なんかいや毎回後悔する旅行はしたことないんだけど、うん、なんかすんごい楽しかったって毎回思える旅がしたい、うん、あれだね、まあハワイ行ってお土産を買うなら ABC マートか、なんだっけ、ドラッグストアみたいな、なんとかドラッグ、うん、全然覚えてないとこがすごい安くあるな、うんうん、次行ったらね、もし仮にワイキキに行ったらね、うん、結局俺は買い物したいからね、やりたいことはね、うん、あのお弁当を食べる、いっぱいいろんなとこに、うんうんうん、ちょっと B 級グルメっぽいやつをいっぱい食べたい、うん、あのさ、ハワイってさランチボックス、なんて言うんだろうあれ。そう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 ね、ボックスランチ、うん、今日の逆のだけだけど繰り返して、いやそうそう、なんかそれが有名っていうか、うん、露店で売ってるみたいなね、うん、そこ行きたかったんだけど行けなかったんだよね、うん、ちょっと予定が詰まりすぎててね。そうだね、そういうの食べてみたいね、うん、いっぱい食べたい、うん、ガーリックシンクとか、ああね、まあ食べたんだけどね、うん、でもいろんな店の食べたいよね、うん、あとママちゃんはアサイーボールが食べれなかったので、ああそうだね、うん、ピタヤボールとか、うん、そういうの食べたい、食べれなかったっていうか食べようと思えなかったの、うん、寒くて、うん、うん、確かにねそう、上着着たもんな、うん、2月の2月すごい寒いですよって感じ。上着は必須、パーカーだよね、なぜ冷房ガンガンだからねとりあえずウルフギャングとアウラにはおすすめですって感じだね、うんうん、で、まあ、ちっちゃい子いるならあのディズニーのさ、ご飯は大したことないけど朝食レストラン、あれは絶対行きたいね、うんうん、あれ予約ちょっとやっぱ高いんだけどディズニーだからね、うん、でも行く価値あるよね、うんうん、キャラクターと一緒に写真撮れて、うんうん、ご飯食べたらすぐ来てくれてみたいな、うん、必ず全員のとこに来てくれるから、しかも何回も来てくれるんだよね。そうなの、何回も来てくれる、こんなにミッキー会えるんだと思ったの。いやなんかさ、うん、ミッキーのありがたみなくなったよね、うん、なんかハグも来てくれるって。そう、でもなんかその辺歩いてたら普通にミッキーも歩いてるみたいなさ、うん、あ、ミッキーみたいな、友達みたいな。ミッキー、俺もご飯飽きてきたもん、キャラクターに。それはないよ。すげえママちゃんに怒られたりして、うん、ミッキー、なんかキャラクターのショーとか夜あのシワ風に寝転がって映画見れるとかもあるって言ってたじゃん、うん、寒くて行けなかったけどね、うん、ちょっと妊婦だったし、うん、それはなんか子供がちょっと大きくなって分かるようになったら一緒に行きたいなって、うんうんうん、なんかさ、体験だ、体験だじゃない、体験するとこもあったじゃん、いろいろ、なんかハワイの踊りとか、あ、楽器を弾くとか、うん、そういうの子供にやらせてみたいよね、いつか行った時。確かにね、また行きたいですね、ということで、うん、はい、こんな感じで、はい、誰か連れてってくださいはい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。